こちらの見事な盆栽。慣れた手さばきで剪定しているのは、なんとオランダの盆栽職人。こちらは2023年7月に EU での販売が始まったばかりの品種、クロマツの盆栽。日本円でおよそ44万円。ミニチュア盆栽もおよそ23万円と非常に高価だ。オランダで盆栽の卸売りをする企業の社長は、クロマツの売れ行きについてこう語る。Could only start selling in July. Now it's November. I think I've sold about half of it. クロマツの販売が開始し、盆栽人気がさらに盛り上がりを見せる EU 市場。日本産の盆栽のさらなる販路拡大を目指す生産者の動きを追った。愛媛県と香川県は、さまざまな品種がある盆栽の中でも松盆栽の名産地だ。こちらは愛媛県四国中央市で盆栽の栽培販売を行う赤石の泉。社員数3名という小さな会社だ。自社の盆栽畑で県内の山などから採取した松ぼっくりから種を取り出して育てている。主力は五葉松。育てやすい反面、販売できるようになるためには最低5年は必要。生産者には長い期間と大きな労力が求められる。それにもかかわらず、樹齢50年以上の五葉松が20万本も残っている。樹齢300年以上で最低販売価格が数千万円以上するものもあるが、日本で売れる可能性は低いという。国内の需要はですね、もう今盆栽ブームが去った後でございまして、そういう意味では海外に期待したんですね。その手塩にかけた盆栽は、今や国内向けではなく、ヨーロッパなど海外が主戦場だというのだ。森高さんは海外戦略の一つとして県内の生産者と協力し、赤石五葉松と名付けブランド化、ヨーロッパ市場への PR に力を入れた。また赤石五葉松をローマ教皇に献上する機会を得たことで、その知名度がさらに高まったという。ヨーロッパでの知名度も上がり、現在 EU 市場への販路拡大に力を入れているのが黒松。日本国内では古来より人気が高く、太い幹や堂々とした枝ぶりから百樹の王とも呼ばれる人気の品種だ。また先ほどの五葉松は一つの葉の付け根から5本の葉が出ているのに対し、黒松は2本であるのが特徴である。黒松には松を枯れさせる松食い虫などの害虫がつきやすいため、日本からの輸出が禁止されていたが、2020年厳しい栽培条件をクリアした黒松に限り EU で解禁された。とはいえ EU ですぐに販売できるわけではない。日本の生産者は黒松から松食い虫を遠ざけるため、地面から50センチメートル離し2年間保管した上で厳しい検査を乗り越える必要がある。そのため解禁より2年を経た2023年から販売が開始されたのだ。クロマツは必要な栽培期間が2年から3年である。先ほどの五葉松に比べて2年以上も短く、商品化が早いため期待されているという。一方、オランダのアムステルダム郊外で赤石の泉の盆栽を仕入れて販売しているのがロダー盆栽。創業100年を超える老舗の卸売企業だ。会社の前には値段がつけられないほどの高価な五葉松の盆栽が置かれていた。日本や中国、インドネシアなど世界各国から輸入した盆栽や自社栽培した盆栽を EU や中東などに販売している。
think the pine trees, the white pine and the black pine, are very popular, as well as the Acer palmatum, which is Momiji, and Satsuki. I think those four are the most common and most popular bonsai varieties in Europe. この企業で扱っている日本産の盆栽は全体の1割程度というが、本場である日本の盆栽は人気があり、価格が高くても売れているという。Most people like about it is, of course, the beauty, the technique behind it to be able to miniaturize a tree which, without working on it, would be a very big tree. 他の国の盆栽は小さくする技術が乏しく、品質が追いついていないというのだ。ドダーさんが愛媛と香川で買い付けた黒松の棚に案内してくれた。In this area, you see a lot of black pine. 現在売りに出している黒松で最高額は日本円でおよそ44万円。全体の売れ行きは？ Because of the quarantine regulation, we could only start selling in July. Now it's November. I think I've sold about half of it so far. こちらは新たに盆栽を買いに来たというお客さん、盆栽の魅力を聞いてみると、So in winter you take care of the heat temperature. In summer you have to water well, or you have to fertilize from time to time. So it really takes passion and it's like living together with someone, and I really like it. 日本の盆栽が大好きというこの方、黒松が販売されると早速購入し。今は4鉢も持っているという。仕事終わりの夜に盆栽コレクションを見せてくれるということで自宅へお邪魔した。 Okay, I would like to show you my bonsai collection now. And here are my precious bonsais. 中庭には最近購入した黒松や五葉松など20鉢を超える大小さまざまな盆栽がずらりと並べられていた。 This one is my favorite one. It's a black pine. It has a very nice nebari. It's a very nice curve. And also the ramifications are pretty nice. 彼は盆栽だけにとどまらず、春にこの中庭をリニューアルする予定だという。This part is special, so it is west, east, and north. So I have to also consider the sun, sunlight, how it goes. So we will have a Japanese garden here too. ここ数年、富裕層の盆栽人気が発端で、自宅に日本庭園を持ちたいと思う人が増えているという。そこでローダーさんは日本庭園を作るビジネスも始めた。Sometimes we just work in a garden. Sometimes we do a little bit of the design. It's difficult to say in quantities. ロダー盆栽では、日本の庭石や灯籠などを使った本格的な日本庭園の受注が少しずつ増え、順調に売り上げが伸びているという。2023年10月には盆栽に加え、その庭石や灯籠などを仕入れるために。ロダーさんらが愛媛県を訪問、赤石の泉でも買い付けをした。その2ヶ月後、赤石の泉ではロダー盆栽へ送る庭石や盆栽などの出荷準備に追われていた。黒松の会議になって2年目を迎えた。両オーナーともですね、黒松を中心に小さいやっぱり価値のあるですね、古いいいものを購入されましたですね。で、ローダーさんなんか古い瓦とか古い灯籠とか日本のあるやつも中国製じゃないですね、そういったものがやっぱり価値があるんだということを言っていただいて。赤石の泉から輸出した黒松は1年目が苗木を中心におよそ200鉢、今回は価格帯の高い黒松がおよそ50鉢も売れ、さらに売り上げを伸ばしている。黒松の輸出解禁を機に、
EU での市場が広がりつつある今、日本庭園の需要の増加も期待できそうだ。